本当にコメントをいっぱいいただければですね、それを署名にして武器にしてまた小林プロを呼ぼうと思いますので、もう一度見たいという方ぜひコメントしてください。よろしくお願いいたします。数の暴力、数の暴力、はい、あの二度と出るなっていうコメントもお待ちしてます。まーちゃん麦をが始まるよ、始まるよ、麻雀遊戯王。皆さんこんにちは、麻雀遊戯王の時間です。私麻雀大好きアシスタントの麻雀の金渚です。よろしくお願いします。そしてこんにちは、 EP 君です。そしてこんにちは、 UNEXT パイレーツ所属麻雀連合の小林剛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日も小林君に来ていただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてなんとですね、今回が小林プロゲスト最終回ということで、ようやくそっちの感想だったか。いやでもそうですよね、思い返してみたら大変なことばっかり小林プロにお願いしておりました。大変でしたね、はい、大変だったか。他の誰よりも、はい、今まで来ていただいたゲストの方の中で一番いろいろしていただいたかもしれません。そうなんだ、はい、ただもう本当に全部をちゃんとやってくれて本当にありがたかったので、また来てくださいね。頑張りますもう連絡すら取れないかもしれない。メールアドレス変えられちゃう。メールアドレス変えられてる。でメールデーモンが来ちゃうやつ。さあということで、もう、まあ、最後なので、最後ですね、ぜひこの企画で締めくくらせていただきたいと思います。ということで今日やる企画はこちら、クイズ、麻雀打ってるカヤモリプロどれだ。ということでですね、麻雀遊戯王の中の人気企画、麻雀、しているプロ雀士の方を当てるクイズでございますが、今回はカヤモリプロスペシャルということでございます。ではですね、簡単に企画だけご説明させていただきます。今から5枚のカヤモリプロの写真が出てまいります。その中でですね、お一人だけですね、麻雀牌を持って麻雀をしているカヤモリプロがいらっしゃいます。その、カヤモリプロを写真の雰囲気や、この麻雀を打っている時のこう打ち筋といいますか、姿勢ですね、などから推測して当てていただこうというクイズでございます。ということで、はい、小林プロ自信はありますでしょうか。全くないです。わあ、あれあれ、うん、意外とこのクイズに関しては他のプロ雀士の方は結構自信あるとかいけるんじゃないですかなんて話をされるんですけども、小林プロは不安な方ですか。5分の1ぐらいしか当たらない気がしますね。ああ、意外と、意外と自信なさ。いやでもこれ意外とですね、写真見ていただいたら分かるかもしれませんので、はい、じっくり、はい、普段のこの対局してる時のカヤモリプロをですね、思い出しながらぜひ当てていただきたいと思います。よろしくお願いします。それではまず、写真5枚ですね、一斉に全部出してみましょう。こちらです、どうぞ。さあ5枚のカヤモリプロが出てまいりました。ほうほうほう、パッと見ですね、どれも麻雀を打っているように見えますが、実は麻雀を打っているカヤモリプロはお一人だけでございます。さあまずは全体を見ていただきました。さあこの全体を見ていただいて、こう何か気になるところなどありますか。B と C だけ雰囲気が違う気がするよね。あ、なるほど。 A と D と E は若干似てる、ということは B と C、A と D と E でまあちょっと分かれるということですね。ただだからなんだっていう気もしないでもない。なるほど。まあでも大きく今2つに分けたということは、さらにそこから絞り込めるのではないかということで、一枚一枚大きな画像を見ていただきましょう。はいはい、まずは A のカヤモリプロ、こちらです。さあ、はい、一見ですね、普通にマージャン打ってるように見えますが、いかがでしょうか。これだけだとなんとも言えない。なるほど、まあこれ基準になるのでしょうか。さあでは続きまして B のカヤモリプロ見ていただきましょう。こちらです。この B ね、赤い部分がでかいんですよ。そうですね、なんだかでかい、なんか違う、なんだかでかいですね。でかいな、はい、これで B が麻雀してるとこだったらちょっとこの引っ掛け問題ね。カヤモリさんがどうこうではなくこの問題を作ったこの運営の方々の、そうですね、運営サイドが意地悪すぎるんじゃないかということですから、まあ、きっとこの赤丸が大きいのには理由があるのかもしれません、うん、それを加味していただいた上で C の画像に行きましょう。こちらです。さあこちら C の画像ですね、はい、丸の大きさ元に戻りました。 B と C はなんか同じ言ってますね、なんか動きが大きい気がする、ね、うん、あ、腕の動きとかあるんですね、はい、では D のカヤモリプロいきましょう。 D のカヤモリプロはこちらです、はい、こ
これは普段のやつな気がするな、うん、おー、いつもこれは普段っぽい感じですね、うん、ではこれを見ていただいた上でラスト E の茅森プロがこちらです。なんか顔が険しくなった、うん、真剣ですね、うん、表情が他の写真よりも若干真剣かもしれません、うん、さあということでですね、5枚の茅森プロの写真、ただ麻雀を打っているのは1枚だけございます。さあということで今回は消去法でですね、これは違うというものを、どんどんと当てて消していきましょう。まずまあこれは違うだろうというのはどれでしょうか。これはさすがに出題者に引っかかりましょう。 B は違うでしょ。さすがにこれ、さすがに B は違う、さすがにこれ違うでしょ、うんね、これだったらもう本当茅森さん呼んだ意味ないじゃないですか。そうですね、せっかくやってこの画像処理で引っ掛けて終わりじゃ、さすがに茅森さんに申し訳ないんで、なるほど、確かにこれは多分でかいもの持ってるでしょう。わかりました、じゃあこれは B は違うということで、はい、実際に見てみましょう。 B の茅森プロマージョンしているのかしていないのかこちらです。正解、 B の茅森プロは腕相撲をしているが正解。なるほど、腕相撲強いんだよね、確かに。そうなんです、めっちゃ強かったんですけど、勝てなかった、はい、あのゲストで来ていただいた時にですね、渚さんと腕相撲対決をしまして、もう渚さんがあの利き腕でやろうが2本でやろうが何だろうかことごとくなぎ倒されるという。2本で負けたのやばくないですか。2本で負けるの、はい、強かった、はい、ということで、カンブルプロやっぱ腕相撲の腕は最強だったということで、この写真作らせていただきました。ということで、B は違います。さあ、残るは A、C、D、E の4枚ですね。続いてはどれが違うでしょうか。でもなんか、B と C が一緒のグループみたいな言ってましたね。なんか C もなんか動きがちょっと、なんか重いものを持ってそうな、なんか、ちょっと肘の動きが大きくて、なんか重いものも、表情も違う気がするんで。なるほど。なんかこれは違う気がします。で C ですね、 C の茅森プロが違うということで、わかりました。じゃあ C の茅森プロを見てみましょう。 C の茅森プロ麻雀をしているのかしていないのか、残念、 C の茅森プロ麻雀をしていました。正解だったました。ダメじゃん全然ダメじゃん。小林プロ本当にこの手のやつ苦手。そうなんです、実は C の茅森プロが麻雀を打っている茅森プロでございました。で他は肘の位置とか、うん、この C だけ肘の位置がちょっと外出てる感じがして、そうですよね、うん、でも普段こう積もってるんですね。この A と D と E が多分同じぐらい、うん、そうです、だから C だけちょっと違ったっていうのは、うん、おそらく C が正解だったんですけども、うん、B に惑わされたんですよね。そっか、 B と C が一緒ってなっちゃった時に B が違いすぎるから、うん、C も違うだろうと思ってしまったんですが、実は C が正解だったと。ってことはじゃあ、あれなんですね、腕相撲フォームなんですね。そうなんです、だから今日多分おそらくですけど、共通して言えるのは、B も C も茅森プロは真剣っていう、真剣っていうことにおいて B と C は共通してたってことですよね、うん、なので A と D と E は、全然麻雀を打ってなければ勝負もしていないということなので、うん、でまあ、順番にじゃあ何をしてたっていうのを確認していきましょう。はい、じゃあ A の茅森プロ見てみましょう。 A の茅森プロはこちらです。 A の茅森プロはですね、家にいた大きめの雲を手で取っていたっていう、めっちゃでかいんだけど、ちょっとね、顔が嫌そうだなと思った、ね、今見るとね、他と比べると顔嫌そうでしたね。そうですね、いくら作り物とはいえ若干の嫌悪感が出たという、非常にあの表情が素直な方ですから、はい、出たのでしょう。ということで A は違いました。では続きまして D の茅森プロですね。 D の茅森プロを見てみましょう。 D の茅森プロはこちらです。はい、ということで D の茅森プロですね、拳を聞かせてカラオケを歌っていたということですね。、はい、歌だった、こんなマイク話しますっていう。すごい距離、まあまあ拳聞かせたんですね。、はい、歌の終盤だったんじゃないかと。こちらが D の茅森プロでした。では最後 E の茅森プロは何をしていたのか見てみましょう。 E の茅森プロはこちらです。はい、ということで E の茅森プロは焼き芋を焼いていたが正解ですね。おー、焼き芋シリーズ。はい、焼き芋シリーズ。勝俣プロがですね、以前も焼き芋を焼いている画像を、撮っていたんですけれども、そのリスペクトということで、はい、茅森プロにも焼き芋を焼いていただきました。うん、ということで A、D、E はそれぞれ麻雀牌を持っていなかったので C が正解ということでございました。あ、いやー、残念、全然ダメでした ね。ただですね、今この不正解をしてしまったですね、悔しさをですね、もう一つちょっと、小林君にお願いがございまして、はい、今度出題側に回っていただいて、次に来るゲストのプロ雀士の方に出して騙していただきたいんですけども、小林プロ、これご協力いただけますでしょうか。
やりましょう。ありがとうございます。ママさんです。全然わかんなそう。いや、わかんなそうですよ。はい、こう表情を一つ変えず、しっかりと、マイクは1個やろうかな。マイクの画像は、はい、1個です、ね、欲しいかもしれませんが。で、これで小林プロにもやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということでですね、以上、小林プロゲストウィークすべて終了ということでありがとうございました。ありがとうございました。いや、一通りやってみていかがでしたでしょうか。いや、なかなか厳しい時間です。正直ですね。でもこれ、またあと1日分収録残ってるんですよ。麻雀遊戯王出演権というものがまだ残っていてですね、はい、まだあと1回あるんですよ。じゃあ誰かに。ああダメだ、チケット制にして誰かに渡せない。ダメダメだ、違う人来ちゃう。いや、ここはさっきの井出プロのようにですね、一回辛いこと忘れていただいて、麻雀遊戯王のことを忘れた頃にですね、また来ていただきたいと思いますね。もう8回とかあるわけですよね。あ、そうそうですね。8回も何やるんだろう。興味あります。興味ありますね。さては、さては興味あります。何やるんだろうな。無理にやらなくていいです。あ、縮まらない。距離が縮まらない。いや、でも、まあまあ、またぜひですね、まあ、8回とは言いませんから、もしまた何かの機会がございましたら、ぜひまた遊びに来ていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それすらも。それすらも。すげえ嫌がってんだから。どの企画がダメだったんだろう。多分全部だな。全部ですね。まあ、普段こういうことされない小林プロもいろいろやっていただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ただ小林プロはあんなことを言っていましたし、あんなリアクションでしたけれども、視聴者の方はですね、またぜひ出ていただきたいと思った方は、本当にコメントをいっぱいいただければですね、それを署名にして武器にして、また小林プロを呼ぼうと思いますので、もう一度見たいという方、ぜひコメントしてください。よろしくお願いいたします。数の暴力、数の暴力、あの、二度と出るなっていうコメントもなんでそれ、どういう気持ちじゃないでしょ。僕そういうコメントも楽しく見てます。どういうこと。みんな逆にだよ、逆に出てだよ。よろしくお願いいたします。ということで、ね、8回本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今日はここまで。またね。